こんにちは、井上です。そうですね。今回はなんかちょっとこう、狙った感のあるタイトルにしてみたんですけど、まあ、TOEIC980 が教える洋楽で英語を覚える方法というので、まあ別に、なんていうのかな、当然英語だけじゃなくて、フランス語とかスペイン語でも聞くんですけれど、まあでも僕は結構これは重要だと思ってて、まあ、僕自身はなんかいつも話してるんですけれど、もともとだから理系だったんで、昆虫とかの研究したかったんで、全く英語とか興味なかったんですけど、なんかとにかくビートルズと洋楽好きだったんですよね。で、もともとビートルズが多分なんか親が買ってきた NHK のなんか、忘れたけどなんだっけ、優しく歌える洋楽みたいなのがあって、その中でビートルズの In My Life っていうのが好きで、まあ、他のも好きでやったんですけれど、まあそれでなんか、ラバーソウルっていうのを当時、僕福岡県に住んでたんで、春屋書店っていうのがあるんですよね。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれど、春屋っていうのがあって、そこの、なんだ、CD コーナーに行って、ビートルズの、ラバーライフっていうのを買ったんですよ。で、そこに、まあ、さっき言った In My Life って曲が入ってるんですけど、で、それ聞いて、一気に好きになって、で、その後多分、ちょうど赤版と青版が、CD で出るぐらいだったんですね。多分、だから、9月ぐらいかな、なんか忘れたけど、まあなんかとにかくでもそれで買ってって、で、僕はなんかその初期の曲がすごい好きだったんですけど、それでまあすごいハマって、で、さらにその後、まあもともとビートルズすごい好きで、なんか当時そのウォークマンとか買ってもらって、で、それで聴いてて、で、さらにその後なんだ、大学じゃなくて、高校2年生の時にヨッサンっていう友達がいまして、ヨッサンに、なんだっけ、そう、セックスピストルズをだから教えてもらったんですよ。なんかお前これ聴けみたいなこと言われて、聞いてみたら、ホリデー・イン・ザ・サンを聞いてなんですよね。で、最初の、チャッ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 チャカジャーンっていうのが、もうそれがすごい印象的で、もう僕それで、なんか、ピストルズ相当いいやと思って、まあ、全然勉強しなくなって、ピストルズとクラッシュと、まあ、いわゆるだから、ロンドパンク御三家ですよね。聞くような高校2年生を送ってたから、なんか、超勉強しなくなって、あれだったんですけれど、まあそういうのもあって、やってみたら、だから僕なんかもともと理系だったし、高校受験の時は数学の方が得意じゃんと思ってたけれど、やってみたら、なんか、その洋楽を聴いてた蓄積があって、で、なんかすごい英語の勉強が得意で、で、まあ、最終的にはこう文学部に、もうなんか昆虫の勉強より、生物の勉強、あ、違う違う、だから生物とかやるより、もうなんか英語の勉強したいなと思って文学部に行って今があるって話なんですけれど、まあで、だからそういうのもあったんで、僕は結構洋楽で英語を覚えるっていうのは割り方効果的だなって思ってるんですね。はい。で、何がいいのって話なんですけれど、まあやっぱ洋楽聞くといいのはあれですよね。一つはだから単語や文法を覚えるっていうので、僕はすごい思ったのは、こう受験英語にめちゃくちゃ聞くんですよ。歌詞とか覚えておくと。なんか例えばこういうのがあって、なんだっけ、ビートの She Loves You っていうのがあって、その中に、You know it's up to you. I think it's only fair. Pride can hurt you too.Apologize to her っていうのがあって、まあ僕の下手な歌を聞いてもしょうがないんで、興味がある人はビートルズの She Loves You で検索してほしいんですけど、これ受験英語を教えてる人とかやったことある人わかると思うけど、この It's up to you で何々次第っていうのってめっちゃ出てくるんですよ。で、なんか僕は、まあさっき言った通り、ボンクラ、田舎のボンクラ高校生だったんで、一応まあなんか地元では進学校に行ったんですけど、まあ福岡の宮古郡っていう超絶僻地のあたりなんで、なんていうのかな。まあなんかボンクラ高校生活を送ってるわけですね。別に勉強もしないし、なんか、まあ、さっき言った通りビートルズの歌詞を聞いて、あとはなんか当時少林寺やってて、で、なんだっけ、K1 とか流行ってたから、グレイシーとか出てきて、まあなんか少林寺の練習行ったりして、で、あとは空手バカ一代を見て、まあ、そう、山すげえとか思って、で、なんか、まあ、これ分かる人は分かると思うんですけど、だから平成初期あるあるですよね。なんかとりあえずスネを、ビール瓶をスネで、じゃビール瓶でスネを叩いて、なんかスネを鍛えてみるみたいな話とかをやってたんですけれど、だからまあ要するに全然英語の勉強してなかったって話なんですけど、受験勉強やってみたときに、 この It's up to you とか、さっきの、なんだっけ、Apologize to her、 あれか、だからこれ、愛いらないですね。命令文で彼女に謝れよって話なんですけど、Apologize her だと思ってるから、みんな to her みたいなのが出てきて、間違えるって話なんですけど、僕こういうのを、なんか、要するに歌詞を覚えてたから、まあ、いろいろあるんですよ。本当もういっぱいいろいろあって、説明できないんですけれど、まあまあでもなんかとりあえず僕の中でこう最初の頃でやって、すごい印象的だったな、このアップ、そのなんだっけ、 You know it's up to you ってやつと、でこれなんか勉強してたら多分、なんだっけ、なんかその忘れちゃったけど、なんかあるわけですよね。高校生でやってるような、田舎のボンクラ高校生が使うような、なんだっけ、桐原書店とかで出てるやつの、なんか A 品とかそういうやつの簡単なやつ、
でも出てきて、あ、これそういう意味なんだってやっと分かったのと、あの Apologize to が入るからって書いてあって、気をつけようみたいなこと書いてあって、ああそうなんだと思ったわけですよね。まあ、他にもいろいろあるんですよ。なんか例えば、まあ、だから僕は初期のやつが好きだったんで、だいたい初期のやつ覚えてるんですけど、なんだっけ、あー難しいんですよね。 I should have known better with a guy like you っていうのがあって、I should have known better っていう曲があって、まあ、好きにならずにいられない、なんかそんな感じの曲だったと思うんですけど、すごいバカっぽいんですよ。もっと君を早く知っとけばよかったみたいな、なんかあのでもなんか今は君を知れて超ハッピーみたいな頭の、ね、バカっぽい曲なんで、僕はそういうバカっぽい曲が好きなんですけれど、あのそこに、ね、出てくるその何だっけ、 I should have known better with a guy like you っていうの、 should have known っていうのがあって、まあそれよく出てくる、あの should だったらすべきだったけど should have known って言って、その後に完了形が来ると、あのすべきだったけど何々しなかったみたいな意味になって、受験英語品質なんですけど、それとか覚えたりとか、なんかそういうのいっぱいあって、まあ、他にもでもなんか話すと長くなるんだけど、セクティスピストだってそうですよ。トイックとかにも出てくるから、なんだっけ、With the flowers in the dustbin っていうのがあって、だ俺たちはなんかあのゴミ箱の花みたいなのがあるんですけど、だゴミ箱のあだ花とかそんな役になったと思うけど、ダストビンの瓶っていうのがよくトイックで、そのゴミ箱っていうのであの出てくるんですよね。だからなんかそういうのを僕は覚えてたから、なんか英語の勉強めっちゃ楽じゃんとか思ってたんですけれど、まあだからなんかあんまありがたみを考えないでフランス語の方に進んじゃったんですけど、なんか別にそんなフランス語の方がやっぱ難しかったから、そう難しいことをやりたがるってなんか謎の性分があるんで、ね、はい。まあ一つはでもだからそうやって覚えられるからいいよと、もう一個はだから英語のリズムや発音向上っていうことで、まあなんか僕は別に正直そんなにこうなんていうのかな、今は違うんですけれど、なんかなんつうんだろう、だからこれあの当時なんかなんていうのかな、今とかとちょっと違って、ほら発音とか学びにくいから、なんかあのこうだから当時僕は松本道弘さんって人の本を読んでたけど、その中だとそんなに発音に気をつかなくていいとか、なんかだからなんか要するにペラペラっていうところに対してなんか あるわけですよ。一昔前の人はなんかペラペラみたいなことに対してそんな軽薄なのはよからぬみたいな話はあって、まあ、僕もだから別にそんなにリズムとか発音って別にそんなにいいわけじゃないんだけど、でもあんま通じなかったって経験はなくて、多分それやっぱ歌で覚えたからだと思うんですよね。だなんかちゃんとやっぱ学ぶのは音声学学んだ方がいいけですし、まあ、実際なんかやっぱなんかもっと若い人とか見てるとなるほど発音うめえなと思うけれど、あの、まあ、でも歌を聴いてると結構、まあ、少なくとも普通に通じたりとか、まあまあだからそうですね、リスニングとかでまあ特に苦労はしなくなるんじゃないかなみたいな話だ、歌で入るといいですよっていうことと、まあ、あとやっぱ僕が思うのは、そのなんていうの、コミュニケーションの前提となる文化的な常識を学べるんですよね。まあなんかだからこう何でもそうなんだけど、僕らのコミュニケーションをするときにすでに常識になってる前提があって、そこを理解してないと辛いんだけれど、でそれをなんか授業でやるとつまんなくなるんですよね。でもなんか洋楽とか聞いてるとなんか勝手に学べちゃうんですよ。まあだからビートルズとかもそうですよね。だからね、だからリバプールとか例えばそういうのがあって、なんかなんだっけ、だからなんだっけ、イエローサブマリンですよね。 In the town In the town when I was born みたいなやつ、リルダマン、フセイダシーだっけ、フセイトシーかな、あの、あったと思うんですけれど、そういうのがあって、その中でだから、もう生まれた町ではなんか海に、ね、あの行く男たちがいてみたいな話、で、それでなんかみんなで陽気に暮らしてるんだみたいな話して、へーとか思ってて、で、あとでまあビートルズはリバプールってイギリスの港町出身だっていう、まあサッカー好きな人はね、そっち覚えてるかもしれないけれど、まあでもそういうのを知ってるだけで、なんていうの、リバプールって聞いて、なんだろうって思うのと、あ、ビートルズが歌ってたところで、それはまあそのイエローサブマリンでね、海になんか昔なんかそういう俺が住んでた町では、だからなんかみんな海に行ってたみたいなこと言ってたから、それはまあ港町でしょうよって思うのと全然なんかリアリティが違うわけですよね。ね、あと、まあ、例えばで、まあ、だからちょっとビートルズの話をしておくとね、その黒人音楽のコピーから結構スタートしてて、まあ、モータウンミュージックってところが割り方影響を受けてるわけですよ。まあ、知ってる人はそれも知ってると思うんですけれど、プリズミスターポストマンっていうのがあって、あのプリズミスターポスト、ん、違う違う、それなんだ、あっちのやつですね。あの元々はだから、その名前はシュープリームス、なんかそんなやつが歌ってるんですよ。違うかもしれないけれど、まあまあそのモータウンのやつが、モータウンってモータータウンの略でデトロイトなんですね。当時だからデトロイトってのは車をいっぱい作ってたから、そういうかあの呼ばれてたんですけれど、そこで歌ってたグループがあって、そこでシュープリームスあれか、あの、アニーラーラーかです。曲
can't hurry love, no, you just have to wait っていうやつかな。あの、You can't hurry love かもしれないですね。まあちょっとあの別に僕の歌を聴かせたいわけじゃないんで、別に僕はあの歌うまいから歌ってるわけじゃないんで、あのそこはちょっと勘弁してください。あの、なんか歌が下手だよって言われても、まあ英語の先生だしねって僕は思っちゃうんで、そう。まあそういう、こうなんか、あの、なんていうの、自己を守りつつやってるんですけど、あの別に下手だって言われても、まあ別に、あの向こうもうまいと思ってきてないからいいんですけれど、はい。まあまあでもだからそういうのがあって、だからなんかその黒人音楽から結構影響を受けてるんですけれど、でまあ、もともとだからそういうのになると当然なんか そっちに入っていくわけじゃないですか。だから例えば今のもそうだし、なんだっけ、そのさっきの、あれなんだっけ、どんなビートでしょ ?Wait, oh yes, Mr. Postman, yeah, 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 Mr. Postman, we can see, oh yeah, ってやつですよね。で、それの、あの、もともと黒人バージョンのやつがあったりして、まあ、そっちがだんだん好きになったりとか、あと、まあ、ほら、ジョニー・ビー・グッドとか、まあ、ジョニー・ビー・グッドやってないんだけど、ロックンロールミュージックとか、チャック・ベリーみたいなのがあって、まあ、そういうのをやってるうちに、やっぱり、なるほど、黒人音楽の歴史みたいなところにだんだん詳しくなってくるわけですね。まあ、別に詳しいって言ったら、大して詳しいわけじゃないんだけれど、なんか、授業で学ぶんだと全然違うんですよ。まあ、僕はだから、早稲田の一文卒なんですけれど、当時なんかそういう授業があって、で、なんか、授業でやってると、なんか、あの、授業で学んでると多分あれなんだけど、こっちからしてみると、なんかその歌聞いて、ああ、こういうことかって思ってるから、あのそれやってるだけなんで、まあ授業にならないわけですよ。ならないって、なんかその、だから分かんない。なんか僕当時の早稲田の第一文学部でやってたの、まあなんか、まあでも楽しかったんですけど、そういう文学の話とか歌の話とかみたいなことをよくしてたから、まあ、それを勉強っていうか何なのか分かんないけれど、まあでもそういう話があって、ただまあやっぱり多分ああいうのも、なんか聞いたことない人がやると辛いんだと思うんですよね。まあでもだから単純にモータウンで聞いてデトロイトって聞いてどこなんだろうって思うのと、まあデトロイトって聞いてここら辺だなっていうのがなんか歌聞いてて分かってるみたいなのと違うじゃないですか。まあそういうところですよね。あとまあ今みたいな、ああ、あ、これ大の字が最初ってますね。あ、まあいいや、1950年代から1970年、そういうポップカルチャーとか文化的潮流っていうのは学べますよと。まあだから、なんていうのかな、結局もともと、さっきもちょっとそういう話してたんですけれど、授業で、あの1945年に、まあ、日本が負けて戦争が終わって、で1950年代っていうのは、だからすごい豊かな時代だったわけですね。いわゆるアメリカだとパックスアメリカーナって言われて、で、まあどんどんエンターテインメントとかもやっぱり人気が出て、まあ多分だからみんな、やっぱもう戦争嫌だったんだと思うんですよね。だそれに対してそれでどんどんだから平和になっていってエンターテインメントとかも人気が出ていって、まあそうなるとやっぱ黒人の人とかがね、当時はまだそのシビルライツムーブメントとかの前だからそっちに行くわけじゃないですか。でそれをみんな多分、まあ僕、まあそれは僕のでもまあどっかで読んだ気がするけど、だから結局アメリカでそういう新しい音楽が生まれて、それがビートルっていうの、その当時はだから SNS とかないから物を返していくしかないんで、でそれがだから結局レコードって形でビートルズとか要するにリバプールとかに行って、でリバプールにでだからビートルズはそのデビュー前に結構ドイツとかに行ってるんだけど、あれって多分が人間ジュークボックスなんだったと思うんですよね。最初デトロイトとか、まあ、他のところもあるけど、アメリカで黒人音楽が流行って、それをなんかあの持ってきて、あと要するになんだ、レコードって形で持ってきて、でそれが今度ビートルズとかそういう港町になっちゃうのが聞いて、なるほどみたいな感じでやって、これをあの演奏するぜと思って、それで人気が出たからどんどんドイツとかに行って、でそれでこうなんていうの、人間ジュークボックみたいな感じで行って、黒人音楽がどんどん白人音楽とかになんていうの染まっていって、でそれで多分世界的な音楽になっていったんだと思うんですよね。まあ、そういうとか流れとかも学べるし、でその後ほらビートルズ見てたら、でその後アメリカ行って、でまあやっぱ 見てて思うわけですよね。当時のアメリカでなんかあの俺だイエスより、あの要するにキリスト教よりビートルズの方が人気あるぜって言ったら、なんか超激怒したやつが出てきて、それで脅迫とかかけられるみたいな、あ、なるほど、まあ、当時の、まあ、今もでもそうですけれど、そういうやっぱすごい、こう、なんていうのかな、キリスト教っていうのは力が強かったんだなみたいな話とか、で、まあ、その後、ほら、だんだん本人たちも、こう、なんていうの、あれですよね、まあ、そういうのやってると、ほら、今度、だから、なんだ、ウッドストックの話とかにどんどん詳しくなってくるから、まあ、これ何言ってるか分かんない人は全然分かんないと思うけど、でもそういうなんか音楽とかから広がっていく世界っていうのがあるわけですよ。まあ、そういうのが学べていいよってことですね。まあ、ちょっと今日、これだけで全部やるわけじゃないんで、とりあえず今日は終わりにします。はい。ちょっと日々作っていこうと、最近真面目に生きようと思ってるんで、終わります。はい、では。